西村栄一3月8日から1971年4月27日は、日本の政治家。衆議院議員、民社党委員長、同党書記長、富士政治大学校創設者、肖像医、君一等。衆議院議員であった、西村慎吾は4男、西村肖像は多い。貧しい農家の生まれで、小学校を出ると、上海のフランス高等学院に学ぶ。 大阪に帰って、保険会社の給仕となり、31歳で大阪支店長。1931年、全国老働大衆党中央委員。1933年、堺市議。全国サラリーマン組合を結成したが半年で、関係の解散命令。1946年戦後初の総選挙で、衆院議員に当選、社会党川上派に属し。 1948年、足田内閣の経済安定政務次官1953年2月の衆院予算委員会で、吉田茂首相に質問中、吉田が、無礼じゃないかと叫んだのに対し、何が無礼か。答弁できないのか君はとやり返す。これが尺に触った吉田が思わず、バカ野郎とつぶやき、いわゆる、バカ野郎解散を引き起こす。 左右社会党の統一に反対、1960年の民社党結成で、西尾須植広と行動を共にした。1962年の党大会での初の公選で、曽根マスと争って、初期長、1967年西尾の後を受けて二代目、党委員長に就任。1969年富士社会教育センター、創立。 1971年4月27日死去。聖火は、材木賞をしていたが、6歳の時破産した。西村慎吾によると、栄一の祖父は、奈良県下に電線を引く工事を請け負い、多くの電信柱の溶剤を購入して、工事を開始しようとしたが、溶剤の価格が冒頭した。請け負い代金の範囲では、工事が無理となった。しかし、栄一の祖父は、 お上との約束は守ると言って、資材を継ぎ込んで電信柱を約束通り立てた。それが、一家破綻につながったという。長男で自衛官だった重武は、父は、社会主義者であったと同時に、民族主義者でもあったと思います。と言い切っているが、西村の考え方は複雑であって主義を持って、言い表されない性格のものではなかった。確かに、彼は、 主義の人であったというよりは、むしろ機敏に自世に対処する柔軟な態度の人であったと言える。西村は生前、上海の国民学校に入っている時に、洗礼を受ける機会があったが、その時は重回を守ることができないのでやめた。正解は、健忘術数の渦巻く世界だから、神の掟は守れない。 神様だけは誤魔化したくないので、わざと洗礼を受けずにいるのだと述べていたという。西村慎吾によると、小さい頃、父は孤児であったと聞いていたような気がする。そして、幼いながらも、我が父は、苦労した人だなぁと思ったものだ。思えば、父は、明治生まれの伝統を濃厚に持っており、家の中では、家父長的で、自己中心的でなければならないと思い込んでいた。 すなわち父は、急に怒り始める、手が出始めれば、なかなか一回で止めることができない。静かに食事をしているのに、父が急に怒ってよ善をひっくり返したことが数度、あった。要するに、父が家にいるときは、緊張を強いられ、気を緩めることができないのだ。後年、選挙区などで、父のことを温厚な、優しい方だったと多くの人から言われるようになるが、 違和感を覚えること採算であるという。昭和22年4月の衆院総選挙で、大阪第五区より立候補した時に志村は、候補者経歴候補に、次のような記載をしている。44歳私は、奈良県の貧乏に生まれ幼少より、根区のうちに苦学をなし、23歳社会民衆党、入党以来勤労会級解放のために、戦って参りました。 昨年衆議院議員当選以来国民生活の安定、日本経済の復興悪性インフレ克服のために検討いたしました。幸い皆様のご支持により再選の暁は、祖国再建のために提身しもてご期待に転避たいと存じます。何とぞご支援をお願いいたします。ありがとうございます。